三浦玉樹、三浦玉樹、三浦玉樹、1884年、明治17年2月22日から1946年、昭和21年5月26日は、日本で初めて国際的な名声をつかんだオペラ歌手。お箱であった、プッチーニの蝶々夫人の蝶々さんと重ね合わされて、国際的に有名だった。元の名は、柴田玉樹、ついで、 藤井玉城といった。1884年、明治17年2月22日、東京府東京市京橋区、現在の東京都中央区内の京橋地域に生まれる。静岡県上東郡へ、朝日名村、現、お前崎市出身で、交渉人の柴田武氏はじめ、本名、熊太郎を父に、道県上東郡小沢村、現、 菊川市出身の永田昇派を母にそれぞれ持ち、3歳の頃から日本舞踊を6歳の頃から長唄とことをおの習い始める。その後、虎ノ門の東京女学館に入学。そこで、東京音楽学校、現東京芸術大学音楽学部出身の音楽教師、杉浦地下から音楽家になることを強く勧められ、1900年、明治33年に、 東京音楽学校に入学。ピアノを、滝連太郎に、声楽を、高田延ノベにそれぞれ指示。さらには、バイオリンも、アウグスト・ユンケルについて、学ぶようになる。入学直前に、父親の勧めで、陸軍三等軍異性、藤吉和と、結婚、1907年離婚。1903年、明治36年7月23日、総学堂において催された。 日本人の手による初めてのオペラ公演に出演し、成功を収める。1904年、明治37年に卒業後、奨学金を得て研究家に入ると同時に、授業補助の事例を受けて、声楽を教えるようになる。その後、助教授となる。この間に、山田光作らを指導した。1911年に、帝国劇場に所属して、 1912年3月レコード初吹き込みを行い、プリマドンナとして活躍を続ける。1913年に、柴田家の養子で、医師、東京帝国大学医学部助手を経て、シンガポールの三井ゴム園病院院長の三浦、正太郎と結婚した後、夫と共に1914年にドイツに留学する。しかし、第一次世界大戦の戦果を逃れて、イギリスに移動。 1915年のイギリスデビューの成功を受けて1916年に渡米し、ロストンで初めて町長さんを演じる。好意的な批評によって、その後、町長夫人やマスカーニのイギリスをニューヨーやサンフランシスコ、シカゴで演ずることができた。三浦玉城はメトロポリタン歌劇場に迎えられた最初の日本人歌手である。その後ヨーロッパに戻り、ロンドンでビーチャム歌劇団と共演した。 1918年にアメリカ合衆国に戻り、蝶々夫人とメサジェのお菊さんを上演するが、後者は蝶々さんの焼き直しに過ぎないとして不評であった。1920年にモンテカルロ、バルセロナ、フィレンチェ、ローマ、ミラノ、ナポリの歌劇場に客演する。1922年に帰国すると、長崎に泊まり、蝶々夫人とゆかりの土地を訪ね歩き、 演奏会を開いた。またレコードも大ヒットし、同年11月時点で東京市だけで8万枚を売り上げた。1924年に再び渡米し、サンカルロオペラ団に出演する。1925年にシカゴに行き、アルド・フランケッティから検定されたナミコさんを初演する。その後はイタリアで歌手活動を続け、1935年には、 シチリア島のパレルモで、蝶々夫人出演2000回の記録を達成した。パレルモで、蝶々夫人自身出演2000回目を達成した館は、これを機に永住帰国を決断、1935年11月に帰国。翌1936年の6月26.27、両日、東京の歌舞伎座において開かれた、言語、イタリア語による、蝶々夫人公演に、 自身2001回目の出演を果たした。以後、日本国内において、オペラへの出演やリサイタル開催、レコーディングなどを重ねていった。ことに、町長夫人に関しては、自身による日本語訳歌詞にて上演したりもした。しかし、太平洋戦争、第二次世界大戦の激化から1944年3月に、山梨県の山中湖、 当時、中野村現在の山中古村に疎開。その疎開先では、同じく疎開した母親の当派を看病する傍ら、ピアノも疎開先に持ち込み、地元民と気作に交流したり、同じく疎開してきた多くの文化人らとの語らいを楽しんだりしていた。また、子供好きの将軍から、近所の子供たちに歌を教えたりしていたとも言われている。 太平洋戦争の終戦から4ヶ月弱経った1945年12月1.7両日、日比谷公会堂において、シューベルト作曲、冬の旅、全24曲のリサイタルを計4回開いた。この一連の公演では、自身が疎開中に翻訳した日本語歌詞が用いられている。1946年に入ると目に見えて、衰弱し始め、 3月には、大東学園病院に入院、膀胱癌のため一人では歩けない体となっていた。それでも、同年3月21日に、日比谷公会堂で、シューベルトの歌曲集、美しき水車小屋の娘全20曲のリサイタルを開いたほか、翌4月には NHK からの依頼を受けて、計3回の録音を行った、4月59.16、各日、 NHK における3回目の録音から9日、経過した1946年4月25日、大東学園病院から東京帝国大学、現東京大学付属病院に転院。手術の可能性を探りたいという石川の意向から、レントゲン検査を受けていた。しかし、翌5月22日には、既得状態に陥り、 その四日後の五月二十六日午前五時二十分に息を引き取った。なお、死の二日前、五月二十四日には、昏睡状態の中、ドビュッシーのバルコン、ロダイ、カ曲集、シャルル・ボードレールの五つの歌から第一曲を口ずさんでいたという。菅の死去を受けて、死後二日経過した1四十六年五月二十八日に、最初の入院先だった病院の母体である、 大東学園の行動において、国別式が営まれたほか、翌6月7日には、日比谷公会堂において、音楽層が、盛んに営まれ、かつて世界三大、超超婦人歌手の一人として知られた、ジェラルディン・ハーラーや、カントの共演者の一人である、テノール歌手のジョバンニ・マルティネ・リトーから追悼ステージが、寄せられた。泣きは、生前残した、 富士山の見える湖畔で母と共に眠りたいという遺言に基づき、前年、1945年に亡くなった母、東派と共に、山中古東岸にほど近い平野部に所在する樹徳寺に葬れている。その裏手に混流された母碑には、歌姫は、強き愛国心持たざれば、真の芸術家とはなりえまじと、密筆の詩が刻まれている。作曲者自身から激されたように、 蝶々さんが当たり役であり、その正当的で模範的な演技で評価された。少女時代に日舞を学んでいたこともあり、美しく自然な所作によって成功をつかむことができたと言われている。その名声ゆえに、エンリコ・カルーソーやヤンパ・デレフスキといったスター芸術家とも共演する。三浦玉樹が蝶々さんに噴した姿の銅像は、プッチーニの銅像とともに、 長崎市のグラバー園に立っている。トレデルラーゴのプッチーニ博物館、晩年の家の歌手たちの写真を集めた一角には、日本語で、親愛なる、ジヤコモープチニ先生へと書かれたサイン付きの三浦玉城の写真が展示れている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。